ギリシア神話エーパイストス。ギリシャ神話におけるエーパイストスは、ヒトタンヤの神として知られています。彼はゼウスとヘラの息子でありながら、その外見は他の神々とは異なり、身体に障害を持っていました。しかし、その障害にもかかわらず、彼は神々の中でも最も巧みなタンヤ師として尊敬されていました。エーパイストスの物語は、彼が神々の会議において重要な役割を果たすことから始まります。ある時、神々が宴会を開催し、主演が続く中、 エーパイストスは手に余るほどの酔っ払いとなりました。その結果、彼は酔った勢いで母であるヘラに無礼な言葉を投げかけてしまいました。怒ったヘラはエーパイストスを神々の集会から追い出し、彼を罰することを決定しました。エーパイストスは神々の中でも孤立し、自分の障害をより感じるようになりました。しかし、彼はその後もタン野の技術を磨き、神々や人々に素晴らしい作品を提供し続けました。エーパイストスは特にゼウスやアテーナーとの関係が深く、 彼らと協力して様々な人類や武器を生み出しました。彼の工房はオリンポスの中でも特に重要な場所となり、多くの神々や英雄たちが彼のもとを訪れました。A パイストスの物語は、彼が自らの生涯役難に立ち向かいながらも、その才能と創造力を通じて神々や人々に貢献した姿を通じて称賛されるものでした。